守る遺跡か。貴重な宝でもあるのだろうか。たまにはこんな風に静かに飲むのも。さあ好きなだけ蹂躙。たまには強敵が相手なら私として。この芝、私の活躍を見ていてくださいね。喜びなさい。授業料高くついたわね。さっさとケリをつけましょう。そりゃ、え、はぁ、帰ったらシュワシュワで乾杯ね。私一人で十分なのに。お仕置きよ。邪魔なやつは消きます。我が計画の破壊魔法。何よ。さあ覚悟なさい。悪い子にはお仕置きが必要ね。くらいなさい。やりすぎちゃったかしら。バイトができるようになったみたいね。たくさん稼ぎましょう。このスバ。受付中のバイトはこちらです。手っ取り早くエリスを稼ぐためにはバイトがおすすめよ。バイトの種類によってエリス以外にもアイテム報酬がもらえます。受付中のバイトはこちらです。バイトの種類によってエリス以外にもアイテム報酬がもらえます。受付中のバイトはこちらです。バイトの種類によってエリス以外にもアイテム報酬がもらえます。バイトではエリスが稼げます。受付中のクエストはこちら。たまにはこんな風に静かに飲むのも悪くないな。遺跡のゴーレム退治か。このスバ、私に出くわしたのが運の尽きね。私の美貌に見とれてた。シュワシュワで乾杯ね。私一人で十分なのに。私のために頑張って。えっ、とくと味わうがいい。なんなの、ひざまずきなさい。えい、
魔王を倒す者の実力です。邪魔な奴は消し去ってあげる。準備万端です。慰謝料をもらうわよ。ミッドナイトエッジ、エクスプローション。もう身動き一つ取れません。余計な時間食わせないでよ。このスバ、カリフシャバ、命乞いでもしてみたら。慰謝料をもらうわよ。何よ。次の冒険が私を呼んでいる。いいから早くしてよね。深淵より来たれ。慰謝料をもらうわよ。くたばりなさい。はぁ、はぁ、えい、えい。慰謝料をもらうわよ。おいたなすぎ。これが魔王を倒す。さあかかってきなさい。じゃエクスプローション。もう身動き一つ取れません。どうもどうも、それほどでも。新しいストーリーが解放されましたよ。ぜひ